冥界。そこは光なき嘆きの世界だが、今この暗黒の世界に日常の光明が差し込もうとしていた。カノンが託したジェミニのクロスが飛来し、ついに全てのゴールドクロスが嘆きの壁の前に集結した。そしてかつて戦いの中で散っていったゴールドセイントまでもがアテナを救い、地上を救うためによみがえったのだった。あ、アイオルスが矢をつがえた。聖夜春、お前たちはここから去れ。ここにいるゴールドセイント全員のコスモをあのアイオロスの矢に込めて放つ。それは太陽の力を作り出し、必ずや嘆きの壁を破壊するだろう。しかしその時には破壊の余波でわしたちの姿もここにはあるまい。でもロンシ、お前たちにはアテナのクロスをお渡しする使命がある。神以外は行けぬはずのエリシオンに行けるのは神の血を受けたクロスを身につけたお前たちのみ。そして神話の時代から気の遠くなるほど繰り返されてきたハーデスとの戦いに今こそ終止符を打つのだ。さあ、分かったら早くこの場を去れ。分かりました。俺たちは必ずエリシオンに行きます。さらば熱き血潮の戦士たち、さらば黄金のセイントたちよ。待て、貴様は冥界三巨頭のミーノス。お前たち嘆きの壁をどうするつもりだ。そこをどけ。誰がどくか。ここから先は一歩も通さない。僕がやらなきゃいけないんだ。バカめ、ブロンズセイントなど相手になるか。ファイ、積み木を引いてください。ここから先へ行けばエデュラン、あなただってただでは済まない。それで脅しているつもりか。その子やめなさい。甘く見られたもので、先ほどまでハーデス様であった顔に鈴を打ち込む。一瞬で殺してやるのをおとなしくしていたのに。まずいぜーよ。その程度の実力でこのミーノスと張り合おうのは。万死に値するぞ。きつい。明日の顔はたった一杯だ。ここを通すわけにはいかない。この私を相手にするなど、いかに無謀なことかを教えてもらえよ。ウィナー、スペクターといえど誰も傷つけたくないんだ。行くぞ。地上の愛と正義のために、命と魂のすべてを注ぎ込んで、今こそ燃えろ黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一条の光明を。このご恩は伏せろ。嘆きの壁が大きく口を開けている。これは超次元聖夜春。ゴールドセイントたちは言ったのか。ああ、言った。俺たち愛と正義と全てのものを託してな。ゴールドセイントたちが命を懸けてあげてくれたこの突破口、決して無駄にはできない。行くぞ。聖夜、あの光を見て。あの光の方角がエリシオンなのか。あそこにハーデスの魂を追っていったサオリさんがいる。
そしてこのアテナのクロスを待っている。一か八か飛ぼう。行かせぬ。貴様らウジ虫などエリシオンへ行かせてたまるか。ミーノス、スリュー、ヒョウガ、ミーノスに構わずお前も飛べ。ダメだ。二人とも飛んだら間違いなく狙い撃ちにされる。みんなが安全圏に行くまで俺たちのどちらかが体を張って食い止めるほかあるまい。体を張って食い止めるだと？これ以上邪魔するとあれば先に片付けるまでよ。スペクターなどやめて人形芝居でもやればどうだ。行かせぬ。貴様のようなウジ虫を行かせてたまるか。ファイ、諦めなさい。オッケー、ひぐな。聖夜僕がエリシオンに着くまでおとなしくしていてもらおうか。その程度ですか。そこまでです。ダイヤモンドラッド行くぞ。ミーノス、俺はお前を倒して諦めなさい。エリシオンへ行く、その程度か。これだけの闘気をぶつけてものともしないと。その程度か。冥界三巨頭と歌われるだけ。まだ分からんのか。君の闘気などこのミーノスには通用せん。ちょっと熱く燃え上がる俺のコスモ。どうやら聖夜たちは彼方まで遠ざかった。その程度。俺もエリシオンに行かせてもらうぜ。まさか。諦めなさい。エリシオンに行く。の陶器オーロラサンダーアタック。よし、今だ。ミーノス、言ったはずだ。貴様らにエリシオンへなど行かせんと。何？なぜ私のサープリスだけが！なんと。ミーノスが跡形もなく消し飛んだ。やはりこの空間は神以外のものを拒むのか。俺たちもアテナの血を受けた。このクロスがなければ危ういところだった。さあ、ヒョウガ、先に行った聖夜とシュンを追おう。ああ、そうだな。いざエリシオンへ。聖夜、シリュウ、ヒョウガ、シュン、4人のブロンズセイントたちは超次元を超えてエリシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれパンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。待て、一騎、そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。彼らの後を追えばお前の体は消し飛ぶぞ。確かに、だが行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと？私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族はハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は本当はこのパンドラが生まれ育った美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのが死の神タナトスと眠りの神ヒュプノス。
彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命あるもの全てが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るために幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ。お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。これを受け取れ、一気。それがあれば冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ、真に恐るべきはタナトスとヒュプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろ、パンドラ。わかったよ、パンドラ。お前の悲しみはこの一気が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいい、パンドラ。